just to take it back. Welcome back to my channel, everyone. What's up, y'all? って言ってみたかったわけです。留学いつするべきかっていうのをちょっとふと思ったんで、ビデオでちょっと自分の意見も含めて、経験も含めて、自分の考えみたいのをシェアしていきたいと思います。留学っていろいろあると思うんですよ。一般的なのは高校で留学するとか、大学留学、学部留学、バチュラーで、マスター、大学院だからマスターとか PhD とか、社費で留学してる人もいるだろうし、 MBA だったり研究で PhD とかマスターですとか取る人もいるだろうけど、一番日本人で留学で一番今のところ多いのがマスターズの PhD だと思うんですよ。日本のトップ大学行って東大とか、早稲田、慶応とか行って、でその人たちが例えば MBA でね、一回会社に入って、会社入った 2,3 年後に社費留学かなんかで会社からサポートしてもらって MBA でアメリカのトップ大学に行ったりとか、あとは研究生でね、理系で研究生でこっちの大学にね、研究としてやってくる人が多いと思います。でそういう人たちはある程度頭もねいいっていうか、英語のスコアとかも高いだろうし、 GPA も高いんで、わりかしねある程度日本で経験があるんで、要はだから野球でいうある程度プロ野球で経験して実績を残した人がメジャーリーグに来るみたいな、そういう感じでのが多いと思うんですよ。で学部留学っていうのは大学のね、4年生の大学に正規留学、留学っていうか進学なんですけど、そういう人はおそらく圧倒的に少ないと思うんですよ。っていうのは、日本の高校卒業していきなり日本大、海外、アメリカ、カナダの大学に来るっていうのも、やっぱ英語のね、レベルがね、やっぱり高校卒業した時のレベルでは、やっぱいきなり海外の大学の授業ついていけないとかもあるし、まだね、プロ野球でいう、ある程度、日本の、での地盤がまだしっかりしない高校卒業してすぐに大学留学するとかっていうのは、やっぱり、いろいろね、判断するのも難しいだろうし、自分で考えて。あとはまだね、メインストリームまで、そこまでポピュラーな道じゃないと思うんで、高校卒業してこっちに来るとかっていうのは。で、先生とか、高校の教師とかもね、そういうの知らない人の方が多いと思うんですよ。僕も、担任の高校のね、同じ学年で800人ぐらいいたんですけど、高校で。留学するとかって考えてた人は、自分一人ぐらいしかいなかったんで、トップのね、渋谷幕張とか渋谷とかは、やっぱり、アメリカのトップ大学とか、十何人とかね、出てるんで、そういう文化が高校内にあると思うんですけど、普通の高校行っててとかね、ちょっとした進学校ね、公立の、例えば、千葉校とかさ、船橋とか、千葉の場合ね、行ってて、そこから留学するとかって、ね、やっぱり、みんな行った人がいないから、親とかの世代、先生とかの世代が。なので、それを進める人もいないから、本当に未知数な感じの方だと思うんですよ。大学院とか行ったら、そういうので考える人が多くなると思うんですけどね。なので、大学留学はかなり少ないと思います。なので、なのでっていうのもあるんですけど、だから逆にじゃないけど、大学留学で進学して卒業したので、僕がね、それをなるだけね、その情報が少ない中、シェアして、いろんな人に知ってもらえればなっていう思いで、ビデオを作ってね、あるんですね、皆さん。で高校留学とかもあると思います、結構普通に。でも高校留学やっぱ金かかるんだと思うんですよね。なんか年間200万とかわかんないけど、でもとりあえず留学にもいろいろあると思うんですけど、小学校から行くとかね、小学校から留学するのはないと思うんですよ。海外転勤で向こうに移って小学校行ったとかになるけど、留学っていうね、個人で自分だけ行くみたいになるのは多分高校から始まってて、大学で大学院になると思うんですけど、個人的な率直な意見、ズバリ率直なね、フランクリースピーキングじゃないけど、な意見は、英語のね、取得するスピードが速くなったりするのはやっぱり若い方がいいんで、結局、ね、大学院まで待つのは良くないと思うんですよ。で大学からっていうのはあれですけど、大学から行った場合って大体19、20ぐらいで行くわけじゃないですか。でそれでよりもやっぱ高校留学して
方が英語を、ね、ペラペラに話せるまでで1年とか2年済むんですよ、高校行った人って大体。でも大学行った場合だとペラペラになるまで2年ではなれないから、大学卒業してもペラペラ、ようやくペラペラになったかなぐらいなんでね。だからペラペラ行ったら英語の、ね、習得のスピードの速さで行ったらやっぱり絶対高校留学の方がいいです。なんで自分の子供がね、例えば留学するってなった場合には自分の場合絶対にね、やっぱねミドルスクール、ハイスクールの、まあ、高1高2、高3だとちょっと遅いんでね、高1高2でまでには1年以上行かせたいですよね。だから高1で1年とか高2で1年間とか、でそのまま高校向こうで卒業して、まあ、海外の大学進学っていうのが多分一番いいと思うんですよ。若い時に行き過ぎてもまだ考え方とか、ま、若すぎると、若い時に例えば小学校で3年間海外行ってもその後日本に帰ってきて中高って日本で過ごしたら英語全部は忘れないけど、やっぱ英語で学んだことがあまりにもエレメンタリーベーシックすぎるから、考え方っていう意味では多分まだ本人も判断つかないと思うんですよ。あ、こういうカルチャーの違いとかもあんまりね、自分で考えるレベルまで達しないと思うし、まだ知らないことがありすぎるから、だから高校が一番いいと思うんですよね。やっぱ高校で2年とか留学した人すぐペラペラになるんですよ。それに比べて大学留学、学部留学した場合って高校だと友達と遊んだりとかクラスのつながり結構強いじゃないですか、高校の場合。大学入るとクラスメートと友達になるとかっていうのがあんまりなくなるんですよね。あの学部の違いとかで、でクラスで自分で選ぶから、高校みたいにもう1日5科目とかをね、クラスの同じ人と取るとか違って、クラスがないから、まずその何組、3年1組みたいなのがないから大学の場合。だからクラスメートとのつながりが大学行くとほぼないんですよね。まあ同じ学部でいろんなコース取ってて、同じコースいくつか取ってる人とよく知り合いになって友達になるとかあるけど、高校ほどそのパーソナルライフ、私生活まで友達の影響が入ってこないですよね。遊びに行くとかもあんまりないぐらいして、大学だとどっちかというと成人に近いから、だから絡むとかっていうこともローカルの人と絡むっていうこともできなくなるだろうしね、高校に比べたら。だからそういう意味で大学正直ね、スピーキングあんま必要ないんですよ。学部で卒業するだけって考えたら、試験ちゃんとやってアサイメントやって、まあ、プレゼンテーションのためにやってたら特にね、あの友達と喋んなくても卒業できるっちゃできるんで、っていうことはあんまりスピーキングも伸びないんですよ。だから4年経ってようやくペラペラになるぐらいだと思うんですよね。でこの傾向ってもちろん大学に行ったら当然それがもっと強まるんですよね。大学にまで行くともう友達、クラスメイトと友達になるとかそういうのがほぼないと思うんですよね。もう研究室にこもって教授のね、プロフェッサーとスーパーバイザーと研究にコツコツ励むとかで、クラス一緒に通るのはたまにあると思うんですけど、マスターズが。でもほぼね、もう自分のやることに集中しちゃってたりとか、うん、高校ほどさ、まあ遊び行ってカラオケ行こうとか、ちょっとショッピング行こうとか、つるむ時間がやっぱりなくなるんですよね。やっぱ勉強とかに集中するか。だから大学に行って2年やったからって英語が伸びるかって言ったら、大学院だともう英語のアクセントが抜けない人の方が多いですよね。頭良くて、その理解する能力とかあるんですよ。大学院の人頭いいから当然。でも、もう24とか25とか、下手したら28の人が大学に行ってるから、っていうことはもう社会のあり方とか文化とかも成人してもうその年まで行くと固まっちゃってるんですよね、その人の中で。で英語も25とか24から始めるとやっぱり習得のねスピードが高校とか大学の20歳とか比べたら明らかにね歴然と違うから、それはやっぱ進めないですよね。まあ、僕も大学留学して5年大学いたんですけど、まあペラペラになったかなみたいな感じに感じたのはもう5年目ぐらいの最後らへんなんで、今でもたまにねちょっとねつまずく時もあるんですけど、っていうことで留学はいつがいいかっていうちょっと長くなっちゃったんですけど、個人的には英語のね習得の速さ、あと文化の吸収率の速さ、そのアダプタビリティという適応能力っていうのは若い方が絶対いいし、まだ頭がね柔らかいから柔軟性があるから、でそうだよね、で生活スタイルとか習えたり、友達をローカルで作れるっていうのもやっぱり高校の方が全然時間もまだあるしね、っていう意味で高校の時にもう日本の大学受験
しないって決めて、海外の大学に、海外の高校に留学して、その後卒業を向こうでして、そのまま海外の大学にアプライするっていう前提で高校留学をするか、それか中学か高校ぐらいの時に、まあ、2、3年行って帰国子女みたいな適用になったら、向こうで高校卒業したら帰国子女枠で日本の大学にアプライするか、もしくは向こうの大学にアプライするかっていうオプション2つで取っとくみたいな、そういうのがいいと思います。まあ、高校日本で卒業しちゃう人とか、もうしちゃった人とか、もう高校2年生とかね、もう時間がない、今から高校留学できないみたいな人は、まあ、大学留学、学部留学からの選択になると思うんですけど、うん、でもね、多分今その高校生の人がね、これ言っても分かんないかもしれないですけど、18から22の、ね、大学の4年間を海外で過ごすのか、その4年間日本で過ごしてから大学院に行こうとする場合って全くもう考え方が違ってきて、人生経験の幅も違うし、人間関係ね、友達のね多様性とかも違うし、ライフスタイルも違ってくるから、なるだけ早く出た方がアダプタビリティ、適応能力っていう上では確実にいいと思うんで、僕はそれをお勧めします。まあ、英語に関しては絶対もう高校ぐらいまでの時にこっちに来た方が断然早いんでね、留学したい人絶対に早めです。若ければ若いほどいいと思います。まあ、小学校とかちょっと違うと思うんですけど、まあ、大学に行きたい人も高校の時に1年間ぐらい来ちゃった方が絶対にね、英語のね伸びる率とかっていうのがね、もう多分 50% ぐらいプラスアルファでマシになるから、だから僕はいきなりこっちに来て最初2年間とかね、なかなか英語のね実用的なねスピーキングのアクセントとかね、リスニングとかの中に入ってこなかったりとか、友達もあんまり作れないからね、やっぱり大学だと忙しいしっていうのがあるから、そういう経験も含めて、留学はいつするべきなのかっていうことをちょっとシェアしてみました。ということで皆さん、 Thank you so much for watching this video. I'll see you guys next time. Until next time, see you guys. I know in the end your wish to take it back.